じゃあ行きまーす。じゃあどうぞ。時刻は18時30分を回りました。コスパのすすめ、自分の居場所の作り方の時間です。家事にお仕事、お仕事帰りにあともう一踏ん張り、夜勤の方はこれからファイトのこの時間。空間デザイン心理師の柴田美希がコスパをテーマにゆるりお話しする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。今日は、音楽を聴く空間っていうのをベーステーマにしてお話ししていきます。メールアドレスは797@fmdinowan.com です。今日はですね、実は収録放送になっておりますので、リアルタイムの、ツイキャスっていうのはごめんなさい、対応してないかなっていうような感じにはなっています。収録の時に見てきてくださってる方は、またコメントをください。スマホの場合はアプリリッスンラジオまたはマイチューナーラジオで聞いてください。FM 機能版のホームページから見ることもできます。ちょっと CM まで行きますね。CM1 分。おお。外の。わかるんですね。あ、音が。じゃあ、あと20秒で CM 開けますね。はい。じゃあ、どうぞ。今週も始まりました。コスパのすすめの時間です。本日は収録放送でお送りしております。今日はですね、音楽を聴く空間っていうことでちょっとテーマにしたいなと思ってます。はい、今日はまなみさんもね、ツイキャスの場合は顔出しでね、見ていそうでけるす状ね。態なんです。はい。なんか私が見てる画面には、でも今いないんですよ。いないんですよって言ったらあれなんですけど。あ、そうなんですか。そう。だからなんか今不思議な感じです。でもツイキャス見たら自分が映ってるので、あれ？みたいな。そう。ちょっと不思議。あ、面そう白いなでんすだ。ね。はい。ヤンキチさん、今日はありがとうございます。収録はまい、でわ見ていざわただいざ。て。ははい。い。弁当作りも一級建築仕様のミチさん、学びに、こんにちにゃってか。そうね。今日はお昼だから、こんにちにゃですね。こんにちは。ああ、そうですね。いつもだったら。はそうそう、こんばんにゃなのい。で、なんか新しい感じがする。新鮮な。はい。お弁当は、組み立ててはないんですよ。ポイポイ、ポイポイ入れてるだけ結構入れるだけ。なんかちなみに、ちょっと今パッて思ったんですけど、こういう一級建築士とかみたいな、なんかこういう、まあ、組み立てるじゃないですけど、なんかそう、要は間取りとか考える仕事とかしてたら、なんか弁当とか詰めるときも、なんかちょっと気にしたりするんですか？ っ何を？ていうのはないですよ。なんかこのスペーエスリのア？使い方みたいな、エリア分けとか。エリアは考えますよ。ああ、やっぱそうなんですね。でもエリアみんな考えるでしょ。なんていうのかな、なんかその違う目線でもしかしたら行くのかなと思って。わかんないんですけど、スーパーの袋詰めとかあるじゃないですか。そのスーパーの袋詰めするときに、まずお店の人がカゴに入れてくれますよね。あの順番はめっちゃ気になる。
でも、お店の順番が別に悪いとかそういうことじゃなくて、いや、そうやっておかないと、ね、軽いものとかを売りにしないと潰れちゃったりするじゃないですか。でも、袋に詰めるときも重いものから詰めたいんじゃないですか。だから、上のものを取って、一回カゴの外にバーって置かないといけないときに、なんか遠慮がちになります。ああみたいな。なんかね、小さい頃からテトリス好きだったんですよ。なんかこの綺麗に、なんていうんですそう、か、なんはめか、ていく感じ。シュッて入れていくっていう、あれ。で、なんか、中途半端な軽いものって真ん中に来ると思うんですけど、傾いちゃいけないやつ。そうそうそう、水分がね、あったりとかして。ああいうやつもいかに傾かないように詰めるかみたいなのをやってるかもしれない。お弁当も同じことしてます。それを弁当でも やってるっていれうことはで。高さがどう足りないから、今日卵焼き、卵少ないから、薄いからこっち向きにしようかなとか、卵2段にしようかなみたいなのもやってるかも。なるほど。そんぐらいですよ、でも。でも今度じゃあちょっと、で、なんかもしかしたら強いこだわりがある人もなんかいるのかなとかちょっと思っちゃった。いるかもしれないですね。あ、なんか、パンダポンコツリリスサイククル中ささん。ん。はい。はい、パンダさん。キャス、めちゃくちゃ重いの私だけ、マナミーああ。さん、再起動できます。確かに、たまに消えますねね。え。ですよね。これ再起動できるのかな？ちょっと一回一応やってみますね。そうこうしてる間に、そうか、ヤン吉さんからのコメントはあれですね。CM の間か番組始まる前に話してたやつですね。そうですね。この外の声、私の声ってわかるよっていう。聞こえてるんですね、外から。ってことですね。どこから聞こえてるの？ツースタの外ってどこ？今がツースタですか？ギャラリー？なんかここ一応壁多分そこまで熱くなくて、この私が今いるこのスタジオの横の壁の向こう側ってちょうどたまにこのテーブルがあったりとか、で、そこでいろんなまたパーソナリティさんとかがちょうど話してたりとかするあたりなので、まあ、近ければ近いほど、そして人が多ければ多いほど賑やかな声が多分そう聞こなえん。てくると思います。そうか。あそこで騒がないようにしとかないと。気をつけないといけ前 まはす大丈夫でね。すよ。そうか。なるほ今ど。日はでもやっぱ調子がちょっとツイキャス悪いですね。そうなんですね。なんかいい方法がないかなと思いでもながさっきよりマシなのか。いや、ら。になでりも、ました。でもなんかやっぱ切れますよね。固まってますね、ちょっとね。まあまあ、しょうがないですね。すいません。いい。で、今日はですね、音楽を聴く空間ってことで、そう、ご飯の時もね、音楽だけで私済ませる時もあるんですけど、これはもう音楽を聴きに行った時の写真なんですね。ヤンキチさんだったらご存知かもしれません。アポロシアターっていうですね、ニューヨークの、なんていうエリアだっけ？あ、ちょっとど忘れしましたけど、ちょっとね、あんまり治安がいいっていうふうにはなってないエリアなんですよ。だから夜は一人で行くのはやめた方がいいっていうところではあるんですけど、どうしても私はこの、アマチュアナイトっていう水曜日の夜ですね。にやっているやつに行きたかったんです。どうしても。どうしても行きたかったんです。で、アマチュアナイトやって、まあ、劇場じゃないですか。ライブハウスみたいなの、でっかい版なので、そういうところなので、まあ、終わって帰るってなったら、みんな一斉に同じ方向に行くでしょう。大体。
駅の方に向かって歩いていく。その集団に紛れれば大丈夫だろうと思って、行こうってやったら、なんか、向こうで知り合った女の子が一人、私も行くとか言ってついてきて。で、結局二人で行きました。そうなんです。しかもね、この時日本人が優勝したんですよ。すごい。そう。おお、パンダさん、ご存知で、清掃です。マイケル・ジャクソン、ジェームス・ブラウンを育てたアポロシアター、行きましたよ。ああ、行かれたんですね。そうなんです。行ってきたんですよ。ね、ヤン吉さんも知ってますって、やっぱり。あ、やっぱり、そうなんですよ。そこにね、もう私は気合を入れていたので、何日か下見まで行きました。下見？すごいですね。ここだな、みたいな。場所をあらかじめ。そう、場所チェックと、前もって、あとチケットを買えるんだったら買っとこうと思ったんですけど、チケットは買えなかったです。当日じゃないとってことですか？そうです、そうです。で、結局当日に早めに行って、で、2階席からゆっくり見ようと思ってたんですよ。っていうのが、休憩中に、呼ばれて、てしまったら前で踊らなきゃいけないとかがあるんですよ。ちょっと大変。そう、それはちょっと怖いと思って、2階からちょっと安心してみようと思ったら、その一緒に行くって言った子が、せっかくなら1階に行こうよとか言って、危なかったですよ。隣の子が連れて行かれましたからね、前に。危ないみたいな。あ、もうあともう少しでミキさんも そ舞台う、の上に上がるかもしれない。踊りも歌もできないわよみたいな感じで、すごえ、くそドんキッなのもあるんですね。あ、アマチュアナイト、日本人の縄跳び名人出てました。あ、そそうんななんでのもすあるんですか？ね。いや、でもね、芸があれば何で出てもいいんだと思うんです。優勝した男の子も踊りだったんですよね。歌じゃなかったです。そう。だから何で出てもいい。パフォーすマンごスい。ができればいいので、なるほど。はい、別に笑かすとかでもいいんだと思います。あ、ひるきさん、誘拐より怖いし、確かに。でもああいうの一応怖いですよね。なんかこの、なんか、怖わあ、ここに来たみたいな。い。もう本 当びっ当てくりらしれましたたよりとね。か、ね、した時には、した日にはもう もう本当に、陽気な、ね、司会者のおじさんが寄ってくるわけですよ。うわ、やばい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 。恐ろしい。はい。でも、向こうの人はね、やっぱこういうところで、だろうと、どこだろうと、音楽があれば踊るとか歌うっていうのは普通みたいで、前半は子供たちの部なんですね。で、子供たちの部ではみんながわーって盛り上げたりとか拍手したりとかっていう感じなんですよ。で、それが終わって休憩中にまあ大音量で音楽が流れてるんですけど、みんながステージに上がっていくんですよ。もうこの席のところで踊ってる人もいるし、前にわざわざ登りに行って歌ったり踊ったりしてる人がいっぱいいて、すごい文化だ。で、まあ、みんなテンション上がってるじゃないですか。テンション上がって、後半の大人の部に入った時に、誰か前に出る人みたいな感じで、それで連れて行かれるわけですよ。怖い。ノリの何 怖いと思って。じ私ゃあちょっもと言っあてれでたすと思いね。ます。多分帰って。行かれる人は、ね、それもはい。ちょっと頭の片隅にそう、入れといていただいて、ね、大人の分は厳しいですよ。ちょっとなんか歌がいまいちだったなみたいなっていうか、盛り上がらないなみたいなのになった時に、引きずり下ろされてました、ステージから。ブーイングすごくて。怖ーと思って。ですね。そっか、ちょっとそう。結構なメンタルの持ち主でないそう。と。
認められない、観客の人に認められなかったら、ブーイングがあまりにもすごくなってきたら、もう、はい、終了っていう感じ。なんかね、はーって一気にこう引きますよね。でもそれも普通みたいですね、向こうの人にとったらね。ね、あんなことをのど自慢でやったら大変ですね。っていう、本当にびっくりするような、はい、面でし白い。こた。こでじゃあちょっとだね、なんか文化が違うというか、やっぱり削るような、ただなんてストレートな。そうなんですよ。でも、音楽って、なんだろう、自分だけの空間であれば、別に鼻歌歌おうが自由じゃないですか。人前で歌わなかったら別に自由じゃないですか。聴くのが好きな人もいれば、歌うのが好きな人もいると思うんですけど、でも、そのね、五感に、訴える空間って結構大事で、その音楽を聴く空間で、音楽を聴くときに落ち着いて聴いてるんだったら、音楽に集中しようって聴いてるんだったら、触れるものとか、そういうもの、例えば椅子の座面だったり、まあ、床に座ってるんだったら、ね、ふかふかのカーペットとか中にくるまって聞くとか、そういうものもね、ちょっと意識してもらったらもっといい空間になる可能性があります。あとね、なんか好きな飲み物を用意したりとか、食べるってなったら今度食べるに集中すると思うんで、音楽が BGM になると思うんで、それはまそったかそっ変わっか。てくるんですけど、そうそうそう。なんか音楽に浸りたいなーみたいな時には、そういうので、こう自分のね、居心地を良くするっていうのあって、もう私はここの1階席っていうのは居心地はちょっと、それが終わるまではもう、うーっわてさなっわてまさ。した。それが終わった後は、もい。う、何の心配もなく。何の心配もなく、もう楽しみました。あ、終わった、終わった、逃れた、みたいな。安心感大切ですね、そのパターンで言うと。そうですね。本当大事。そして、ヤンキチさんから、ミキさん、気になってるアーティストさんはいますか？っていうふうに来ました。私もそうですし、マナミンさんもいます？でも私なんか結構いろんな人にちょこちょこ変わるんですけど、こ今れは、なんだろう、わかります？なんか洋楽で言えばそれこそあれです、私テイラー・スウィフトの曲をよく聞くんですけど、あと、私の背景が変わったの分かりますか？ああ本当だ すごい えらい、そういう人書いてみました。これ書いたんですか？書いたってもう、写しただけですけど、はい、先バババッと10分ぐらいで。すごい テイラー・スウィフト好きなんですね。そう、なんかめっちゃ好きっていう、なんか、なんていうんですか、熱狂的ファンではないんですけど、でも割と、大学くらいからずっと聞いてますね。の人、そんな前から出てましたっそう、け？結構いますよ。そうそう、そう私がか。多分、なんかもともと弟が好きだったんですよ。で、そうそう、弟が好きで聞いてたところから私も聞くようになって、まあ、同じ車とかに乗るから、なんか、おのずと聞くじゃないですか。そうそう。ってなって、気づけばいろいろ聞くようになってたって感じですね。じゃあ、美人だなと思って、ずっと思ってて、あの人のことは。で、そう、なんか、まなみんさん好きらしいって言って、ヤンキーさんと。ヤンキチさん、はい。で、あ、じゃあ書いてみようと思って書いたんです。おお、すごい。ありがとうございます。
そうまなさんかです。書くっていうのがすごい 写真とかじゃなくて、で、写書く真のがかすね、ごい。写真どっかから撮ってきた肖像権ちょっととかよね、く大わ変かなこと。んない。なんかね、勝手に撮ってきたのをこう貼っていいかって言ったら、なんか著作権とかよくわからないみたいなのがあるので、書けばいいんか。書いてもらう。すごい。でもそういいなですよね。なんかこのもともと多分カントリーシンガーみたいなところからん。始まって、でも今全然なんかそんなカントリーとかじゃなくて、そうなでんていすうんですね。かね、普通の洋楽というか、かっこいい音楽かっこを。いい音楽じゃないですか。そうですね。あ、ヤンキチさんもツアー行ったことあるんだ。ねえ、2015年。ああ、じゃあ。いつだ？ 9 年前？ねえ、暗いですね。私もそう、多分この収録が流れてる頃には、多分行って帰ってきてる時です。ツアーというか、ツ来アーと日いうか、公演。そうそう、来日公演。いいですね。おお、なんかどんな感じなのかなと思って、この日本人そんな簡の、単にチケット取れるんですそう、でも取れました。なんかもうびっくりでした。でも、か？ 絶対、なんだろう、競争率高いだろうなと思いながら、とりあえず一応行きたいから、なんか申し込んでみようって思ったら、当たってよかった。あって抽選？抽選です、あれ。購入、抽なん選て言うんですか。なんだ。そうそう、抽選なので、そう、当たらないと買えないみたいな、感じでした。私の時はっていうか、多分そうかな。先行みたいな。じゃないかな。買えるのかな？東京ドーム公園東京ですドーよね。ムです。はい。あんなにいっぱい入って、あんな何日もやるのに、そんななんねえ、だ。そうそう、4日間やりますよね。何にそんなに競争率高いんだ。すそう。ごいな。でもやっぱなんかこの日本人のライブ音楽のこういうコンサートとかはそれこそ行ったこと何度もあるんですけど、フェスとか。なんかやっぱ海外のアーティストのライブってもう全然想像がつかなくて。だいぶ昔に行ったことがあ行きるまな。した？京セラドームですけどね。何だったの？レッチリだったかな？レッチリのになんかみんなで行こうぜみたいなノリで行きました。全員で同じ工事センターにした、いた。ほぼ全員で、おじさん以外、早退していきました。すごい。どっか行くのみたいな。どうしたのって。ずっと集団で行っちゃった。どうでしたか？やっぱなんか違います？やっぱり、あれですね。なんて言ったらいいんだろう。迫力がすごかったです。ねえ、そうそうそう、迫力、やっそう。ぱ、MC が親しみがある感じではあっても、英語なのか日本語なのかっていうのはやっぱ差があるじゃないですか、距離が。だからその分音楽で盛り上げようっていうのが余計すごいんだと思うんですけど、迫力すごかったです。でもテイラー・スウィフトもっと今の時代だからもっとじゃないかなと思いますけどね。ですね。だからもうなんか想像が全然全くつかない状態で行くので。いいですね、めっちゃいいな、楽しみ。ちょっとまた感想を後日。聞かせてください。ということで、もうあと2分になりましたね。ドーム公演、海外アーティスト4日連続は史上初の快挙。書いてありますね。あ、そうなんですね。そうみたいです。海外女性アーティスト。へえ。4日連続ね、東京ドームを使っちゃうんですもん確かね。に4日連続とかも聞かないですもんね、そもそも。なんて言うんですかね。野球がオフシーズンとはいえ。とはいえですよね。確かに。ねえ、そうですよね。4日ってすごいもう贅沢ですよね。
4日ってすごいですよ。しかも連続でしょ？あ、そうそうそうね、連続です。体も喉もどうにかならないんですかね？鍛え方が違うの？しかも、で、こういう多分、めっちゃ規模の、すごいものを披露というか、するって出し方てくれると思いまも、す。すごいですよね。うわ、楽しみですね。楽はい、しんもうでそきのま時す。も、はい、楽というしこみとにで。来てください。じゃあ、あっという間にもうお時間になりましたね。では、来週は、生放送でお生放送送りでで。きると思いますので、はい。よろぜしくおひ。願いしじゃあ皆まさんまた聞いてください。す。アテイラ、全身で楽しめますよ、できましたね。おお、ありがとうございます。ノリノリで行ってきてください。はい。OK です。ありがとうございます。ヤキチさんもありがとうございます。